皆さんこんにちは、ランママです。今回は短時間でもよく味が染み込みとっても食べやすいきゅうりの一本漬けを作っていきましょう。きゅうりの大量消費にもおすすめ、一本漬けはいかがですか？きゅうりの表面に切り込みを入れることで味が染み込みやすく、食感もよく食べやすくなりますよ。また太いきゅうりの場合は皮が硬いので、ピーラーで少し剥いた方が切り目も入れやすくなります。割り箸に刺して屋台風にすると、お家でも夏祭り気分。ぜひ作ってみてください。それでは今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。